平日は定時できっちり帰ってきて、休日は一切出勤もない。そして家庭の手伝いを全部やって、奥さんの子育てのストレスが一切ない。そんな家庭ありますかね ペンネーム三流さん。ひらがなで三流って書くんですけど。三流。って読むと。おかしいので三流さんと言います、えー、はじめ初めまして。ペンネーム三流と申します。いつも youtube で和尚様のお悩み相談を拝見しております。この度、和尚様にのご意見を是非ともお伺いしたいことがあり、メールを差し上げました。 東方都内のデザインプロダクションでディレクター兼ライターとして働く28歳既、えー、婚者です今の会社に勤めて1年半ウェブサイトや企業パンフレットなどのキャッチコピーや構成取材原稿作成などを行っています仕事は激務ですが自ら考えたものが形になる面白さややりがいはとてもあり また入社当初と比べて成長していることを感じられ日々勉強の連続ですが楽しく仕事と向き合えていますさて私は6年交際した女性と結婚し1年を迎えましたまだ子供はおりませんが妻かっこ28歳からは年齢のことも考えてそろそろ欲しいと言われています相談というのは子作りに伴う自分の進路のことです私も子供が好きでですので ぜひ授かりたいとは考えていますが私には貯金がなく、また今の社会では給与も安く、賞与もありません実績に応じてインセンティブが発生しますがそうなるまでには経験も実績も足りず一朝一夕で叶うものではないと思っていますまた仕事柄、平日は帰りが遅く休日出勤もやむを得ない場合があり妻にはとても寂しい思いをさせています この状況で無事に子供を授かったとしても出産や子育てのストレスや負担を妻一人にさせてしまうのではと思い踏みとどまっています違う会社に転職をという意見も妻から出てきており私自身も今とは違う環境に身を置きたいと考えていますただ今の会社にはコネで入社したこともあり辞めにくく同時に自分のスキルでは転職してもうまくいかないのではと不安を感じています 自らの成長を信じて、今の職場で結婚生活を続けるか、それとも早々,早,々早々に転職活動を始めた方が良いのかと悩んでいます。今の職場で頑張ったとして、その頃妻がいくつになっているのか、またその時には妻の気持ちがどうなっているのかわからず、日々焦る気持ちが募るばかりです。ご助言をいただけますと幸いです。何卒よろしくお願いします。 お釈迦様の教えの中に、家庭やまた財産を傾ける6つの口という話があります。家庭をダメにしてしまう。財産を失ってしまう。そのような、まあ、6つの原因ということですね。少し読んでみます。 酒を飲んで不真面目になること、夜更かしして遊び回ること、音楽や芝居に溺れること、賭博にふけること、悪い友達と交わること、それに業務を怠ること。質問ですが、三流さんは、今、私が読んだ、読み上げた、家や、 財産をを傾ける6つの口をしていいまますすかもう一度言います酒を飲んで不真面目になること夜更かしして遊び回ること音楽や芝居に溺れること賭博にふけること悪い友達と交わることそれに業務を怠ること今の6つの口を三流さんはやっていないと思うんです三流さんの問題は何かというと 甘えてるっていうことですね。甘えがある。自分に甘えがあるっていうことです。甘えというのは、私は自分を信じていないことだと思っています。信じるに足る自分をまだ発揮してない。これが甘えです。 高い低いは別として生き物はみんな能力を持って生まれてきます空を飛ぶ能力を得たもの水の中を泳ぐ能力を得たもの地上を走り回る能力を得たもの絵を描く能力を得たもの文章を描く能力を得たもの人の前で話す能力を得たもの 様々なその人その人の持っている力というものがありますそれをそれに磨きをかけるということ徹底して磨きをかけるということそこから人生は開けてきますサニさんは今子供を授かりたい結婚してそれはね もう28になった奥さんも同級生ですね28歳やはり子供が欲しい当然そういう年齢ですけれども自分にはお金がないということを心配している確かに心配だと思いますね自信がないと思います今の状態で子供ができてもお金がないどうしようと思うわけです ででもこれは甘えです何に対しての甘えかと言ったら自分の力を信じるということをしていないという甘えです自分が持っている能力を精一杯発揮していないという甘えです私は空手を指導しているんですけれども空手を指導している時によく子供たちに言います 小さい子っていうのは元気に声を出すんですよ。でも中学生とか、だんだん大きくなってくると、大きい声で気合を入れてとか言ってもね、まあ、恥ずかしさもあって声を出さなくなります。力を持っているのに力を発揮しないんです。世の中には声を出したくても出せない人がいる。世の中には思い切り手を伸ばしたくても伸ばせない人がいる。世の中には思い切り足を上げたくても上げられない人がいる。 君は声が出出るの出ます手伸ばせる伸ばせます足上がる上がりますだったらなぜ思い切り声を出さないなぜ思い切り突きを打たないなぜ思い切り蹴りを蹴らないこれが自分に対する甘えです恥ずかしさ遠慮いろいろあると思いますでもね 自分が持っている能力を力を精一杯発揮しようとしないと恥ずかしさに甘え遠慮し周りに遠慮し自分が持っている力を最大限に発揮しないこれはいいことではありませんさて処方箋処方箋です よく物事の優先順位を考えてみてください。子供は授かろうと思った時にいつでもできるもんじゃありません。28歳というと、もう子供を産んでいく、奥さんにとったらね、子供を産んでいくというのには決して若い年齢ではない。高齢出産になればなるほどいろいろなことのリスクも高まってきます。 また今、一説によるとね、4人に1人、5人に1人は不妊症っていうぐらい、いざ子供が欲しいと思っても子供ができないっていうこともあるわけです。別に今、子供を儲けてもいいじゃないですか。別に転職をしなくてもいいと思います。面白いもので、 子供を授かると男と女であった夫婦が父と母になるんです父と母になると特に女性はオキシトキシンというものが大量に分泌されて何としてでも自分の子供を守ろうという母性が出てきます男性も同じです実際に赤ちゃんが生まれて 少しずつ大きくくなってくると何としてもこの家庭を守ろうという気持ちが出てきますでこれが三流さんの能力をさらに引き伸ばしていくというきっかけに大いになりうるんです古今東西かつて今よりも苦しき時代はありました 三流さんよりも貧しい生活の中で子供を育てている人もたくさんいます。それも一人二人じゃなくて、五人も六人も七人も抱えている人もいます。お金がないから子供が儲けられない。そんなことは全くないです。むしろ逆です。子供を授かったら、今の仕事のやり方ではダメだと思うわけです。 三さんは幸いなことに、まあ、コネで入られたにしても今の仕事は決して嫌いなわけじゃないんですよね。自分が作ったものが自分の工夫創意工夫が形になっていくそれがやりがいがあって面白いと。こんな仕事を自分でなさってるんだったら素晴らしいじゃないですかインターーーネットでホ,、まあ、ホームページを作れるとか。 もう大変なスキルですよねもちろんインターネットのホー,ムペー、まあ、ホームページを作ったりとかデザインする人ってこれも世の中にたくさんいるとそれはわかりますでもその中で非常にお給料が安くてなかなか食べていけないという人もいれば一つのホームページ作って非常に売り上げを上げているという人もいますどの業界行ってもそうです 歯医者さん、美容師さん、もう美容院なんかどこでもありますね。歯医者さんどこでもあります。けれども、やっぱり流行ってるところの歯医者さんもあれば、流行ってない歯医者さんもある。流行ってる美容院もあれば、流行ってない美容院もある。それはもうどこ行ったって厳しいんです。ね。けれども、今自分がご縁のある仕事その仕事でもっと力をつけて、 そして今よりも給料を得ていくそのような工夫はやろうと思ったらできるわけですもちろん転職するのもいいでもそれと子供を作るということは別ですそれは別それともう一つ子供を儲けるということは命がけです当然旦那さんもそうですし奥さんも命がけです三流さんは 仕事から平日は帰りが遅く、休日出勤もやむを得ない場合があり、妻にはとても寂しい思いをさせています。この状況で無事に子供を授かったとしても、出産や子育てのストレスや負担を妻一人にさせてしまうのではないかと思い、踏みとどまっています。これも、いいわけですね。奥さんがそれをおっしゃるんでしょうか こんなに寂しい思いをさせてて、今の給料で今のような生活が続いてて子供が生まれたら私もうストレスいっぱいいっぱいになっちゃうわ。それは違う。平日は定時できっちり帰ってきて、休日は一切出勤もない。そして家庭の手伝いを全部やって、奥さんの子育てのストレスが一切ない。そんな家庭ありますかね お金があったら、奥さんには一切子育てのストレス、寂しさ、そういったものを味わわせなくて済む。それは幻想です。世の中の金持ちの奥さんは苦しんでます。それはそうです。忙しい人、お金持ちというのは忙しいんですから。お金持ちは忙しいです。もし、今、 三流さんがおっしゃっているようなお金が十分手に入りそして平日も早く帰ってこれる休日はしっかり休みが取れるそのような状態の中で奥さんに一切寂しい思いをさせずにストレスをかけずに子育てができるような安心した環境を提供できるそのような夫になってから子供を設ける そのようなイクになる。いつになったら子供を設けられますかそう思っている間に、奥さんが子供を産めるという年齢を等に過ぎてしまうかもしれない。<music> ということで、処方箋お金はいつでも稼げます。三流さんは今仕事があるということは、 しかも、コネで入ってお仕事をいただいているということは力のない人でだとは思いません。そうでしょう。自分が今以上にお金が必要になると思えば、そこからまたアイディアって出てくるものなんですよ。創意工夫が出てくるものなんです。父親になると、自覚があれば、目の色変わります。奥さんは、多少寂しい思いもするかもしれないけれども、子育てを、 ちゃんとやるその間三流さんが遊んでるわけじゃない自分が働きに行った時にはしっかり働くそうやって少しずつ少しずつ今よりも来年来年よりも再来年今がどん底であっても少しずつちょっとずつ末広がりに成長していこうなと末広がりに頑張っていこうな俺絶対頑張るからさだから埋めようって 奥さんにそう言ってあげてほしいんですうじうじしていると本当にすべてのタイミングを逃しますよろくな仕事もできないろくな父親になれないそしてろくな旦那になれない三里さんのなすべきことはしっかり仕事をすることそして力をつけることです 家庭の手伝いをやろうと思ったら、その中でもできるはずなんです。奥さんも、お金がなければ子供を産めないなんて言わないで、子供を産める能力がまだあるときに、子供を産んどくべきですよ。なんとかなります。なんとかなります。とにかく、甘えてたらダメです。お互いの本領発揮してください。 お互いできる協力をして、お互いができるケアをして、子供を産もうなって、頑張ることです。私が非常に尊敬し申し上げているある先生がいます。この先生はアメリカ人なんですけれども、仙台に住んでいらっしゃいます。言語学者であって、 教師であってそして幼児教育特に語学ですね幼児の英語子どもたちの英語力というものを伸ばすのに尽力なさっててもう本当に日本でもトップの実績を上げてらっしゃる先生ですこの先生には子どもが9人います 男の子と女の子、半々ぐらいの割合で、9人の子供がいるんです。決して裕福な人ではありません。裕福であっても9人の子供を育てるとて大変なことですよ。この先生は決して裕福な人ではありません。先生の家に行くと、 ボーイズルームとガールズルームがあってそしてちゃんと秩序があってとても興味深い家族ですその9人の子供のうち6人は先生の本当の子供ではありません先生が世界を旅して 子供たちの言語能力というものの習得、それを研究してなさっている、その間に、行った先で、例えばモンゴルで、幼くして、両親が亡くなってしまった。あるいは、幼くして、捨てられてしまった。そのような子供たちを引き取っては、自分の子供として、 育ててらっしゃいます2年前に一緒にお仕事をさせていただいたときにその先生がふっと新幹線に乗って一緒にちょっとね移動している最中だったんですけど「源証さん今年ついこの間私の娘がアメリカの高校に出かけた」と。 親元離れて一人でアメリカに出かけたと。空港に送りに行ったときに、娘がこう言ったって。お父さんの子供でよかったって。非常に苦労して貧しい中で、9人の子供たちをその先生は育ててらっしゃいます。その長女が、 もう早くして親元を離れて一人でアメリカの学校に行ったと。お金がないからね、奨学金を得て自分の力で旅立っていった。その間際にお父さんの子供でよかったって。本当に私この先生を心から尊敬し申し上げています。ちょっとその後大きな病気を患って 私もお会いに行くことも許されないぐらいの状態が続いていたんですけれども子供を授かるっていうことは源証さん喜びだよと子供のために苦労するっていうのは親にとって成長だよって子供を設けるっていうことは人生の苦労を知るというとても大きなギフトなんだよってその先生はいつもおっしゃってました。 私も今子供たちに関わる仕事をしていますでも本当にそう思います子供たちの前に立って自分が何かを教えているなんていう感覚はさらさらありません自分が親としてあるいは自分が先生として子供たちの前に立つ偉そうなことを口を聞いておりますが自分が何かを子供たちに伝えることよりも子供たちからもらう勇気 子供たちから教えてもらうことの方がはるかに大きい。付き合って出会った一人の男と女が父と母にさせていただく。そして人間としての苦労。人間としての喜び。そして人間としての複雑さ。深み。それは子供を儲けることによって作られていく。 そのような側面があります三流さんどうぞ怖がらずに子供を設けてみてくださいきっと自分の中からその甘えが吹っ飛んでいきますそして三流さんが思いもよらなかったようなエネルギーが力が自分の中から湧き上がってくることを感じると思いますこの子を守りたいこの家族を守りたいそのような気持ちにさせてもらえると思います そしてまた、そのような苦労を知った人間が作った一つのサイト。一つのパンフレット。これは、同じツールを使って、同じ企画をもとに、同じ時間をかけて作った作品なのになぜか違う。 そのような大きな違いを見ますものづくりをする人というのは一人のアーティストですアーティストはいろんな経験をした方がいい辛い経験も苦しい経験も悔しい経験も悲しい経験もそれをすればするほどその作品に深みが出てきますこれが価値になるんです薄っぺらい安全パイの中だけで生きているという経験で 人のの心を動かすというものはできませんきっと三流さんには子供を儲けることによってね自分の甘えが取れてそしてご本人が持ってらっしゃる素晴らしいものというのがまた開花していくそしてそれがより良き仕事につながっていくしより良き家庭につながっていくそう確信しています応援しています頑張ってください